清宮博士は、電気工学者、実業家、元富士通社長、会長、日本のコンピューターパイオニアの一人、旧姓根岸広島県広島市大手町出身、広島高等師範学校付属中学校から第一高等学校を経て、東京帝国大学電気工学科卒、低新章電気試験所第四部に入り、光通信、 電子管などの研究を担当。1936年、関森夫と共にグラスファイバーを光通信に使うアイデアを発明した。終戦後の1947年12月23日、アメリカベル電話研究所でトランジスタが発明され、翌1948年6月30日、公表された。 このニュースはアメリカでも大きく扱われることはなく、戦後の混乱期であった日本でも、情報は GHQ によって統制され、海外の情報を入手するのは、非常に困難な状況にあったが、GHQ によってこのニュースが、電気試験所に持ち込まれ、セーミアは、渡辺康史、駒形作次や幹部とその現場に居合わせた。1948年電気試験所から、 電気通信部門が分離され、電子幹部長に就任。1949年電気通信省電気通信研究所設置で機材実用化部長に就任。1955年電電工社理事となるが同年、富士通信機製造第一技術部長に転出。1958年高度会参加。1960年富士電機乗務。1971年、 富士通副社長を経て1974年11月、同社社長に就任、1976年会長となった。社長在任時は、電算機の輸出に力を入れた。主に通信工学の分野で業績を上げ、電気学会、通信学会の各会員を務める。1970年から1971年まで、電子通信学会会長。著書、 真空管とその回路で電気学会著述賞を受賞。他の著書に最近の真空技術、応用音響学などある。ありがとうございます。